アーニャちゃん、アーニャちゃんってすごく可愛いけど、もっとお嬢様らしくしたら、もっともっと素敵な女の子になると思うの。お嬢様、なんだそれ。素敵なレディってことよ。大人のお姉さんのことか？そうそう、大人のお姉さんになるためのステップって感じ。ああ、それはすごい。アーニャ、お嬢様になる。よーし、お嬢様のレッスンしましょう。じゃあ、アーニャちゃんに質問です。私の持ってるこのいい香りのする飲み物は何かしら？アーニャ、それ知ってる。父がよく入れてくれてる。それって紅茶だろ？紅茶だけど、お嬢様言葉で言うとお紅茶よ。お紅茶か。なんだかすごくお上品な感じだな。お嬢様言葉はお上品なの。さ、次の問題よ。あそこにいる超絶かっこいいアーニャちゃんのお父さん、ロイド様。ロイド様のことはアーニャちゃんなんて呼ぶ？アーニャいつも父のことは父って呼んでる。そうね、父も正しい言い方だけど、お嬢様言葉だとお父様って言うのよ。父のことをお父様って言うのか？そうよ、アーニャちゃんのお父さん、いつも父って呼んでるロイド様のことはお父様って呼ぶの。わかった、お父様か。じゃあ次の質問ね。あそこにいる知らない男の子、あの子のことは一体なんて呼ぶ？知らない子、なんて呼んだらいいんだろう。動画を見てるみんなはこの子のことなんて呼ぶ？コメント欄に書いて教えてみてね。アーニャだったらそうだな、おい、そこのあいつって呼ぶと思う。アーニャちゃん、それ抜刀嬢様よ。動画を見てるみんなは炭治郎とかそういう風に書いてくれた人も多いわね。それも素敵ね。だけどお嬢様だったら男の人のことは殿方って呼ぶわ。殿方、あいつお殿様なのか？ううん、そうじゃないわ。男の人のことを殿方って呼ぶの。殿方か、なるほど。アーニャ、これでちょっとお嬢様に近づいた。お前ら何やってんだ？ああ、ダミアン、ダミアン、今アーニャ、ベッキーにお嬢様を習ってるところだ。お嬢様を習ってる？お前らみたいなチンチクリンでガサツな奴らがお嬢様になんてなれるわけないだろ。まあ失礼ね、ダミアン。アーニャちゃん、こんな時でもお嬢様マインドがあればへっちゃらなのよ。そうなのか、お嬢様って最強の存在なんだな。そうよ、アーニャちゃん、ああいう意地悪を言う人のことをなんて言う？そうだな、あいつのことは性格の悪い生意気ボンボンのナルシスト自己中こじらせ次男って呼ぶかな。まあ全然お嬢様的表現じゃないけど的確ね。お、俺泣くぞ。アーニャちゃん、こういう時はね、ああいう感じの意地悪の人にはお嬢様だったら、ごめん遊ばせ、私とっても忙しくて、あなたのような殿方に構ってるお時間なんて一秒もありませんの。それじゃあさよなら、ってニコッとしながらエレガントに去るのが正解よ。なるほど、それだとすごい悪口も言わなくても相手と避けることができるな。そうよ、それがお嬢様スキルよ。確かに、なんかちょっと負けた気分するな。ベッキー、今日はすごく勉強になったぞ。アーニャちゃん、お嬢様の道は一日にしてならずよ。積み重ねが大切。うい、わかった。みんなも私とアーニャちゃんと一緒に素敵なお嬢様になりましょうね。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう。YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。